侍ジャパン井端弘和監督に将来的な中日ドラゴンズ監督就任の可能性について聞いてみると、プロ野球ファン、特に井端の古巣である中日ファンが気になるのは、侍ジャパンの監督を退任した後のことではないだろうか。中日は、井端が巨人に移籍した14年からの10年間で A クラスは1回20年の3位のみで、23年は球団創設以来初となる2年連続の最下位に沈むなど、長期低迷が続いている。中日復活のためにも井端の監督就任を期待する声は非常に多い。井端の侍ジャパンの監督としての任期が24年末までというのも、25年から中日の監督に就任するための布石ではないかという気が早い話も出ているほどだ。24年の目標は、侍ジャパンのトップチームと U15 での活動であることはもちろんだが、そんな多くのファンが気になる中日監督就任の可能性についても聞いてみた。井端いつかドラゴンズの監督をということで名前を出してもらうのはありがたいことですよね。ドラゴンズに限らずどの球団でも、NPB の監督をするというのはすごく名誉なことだと思いますし、そういう話があれば当然受けるかどうか考えると思います。ただ、監督をやるために自分に足りないものはまだまだあると思いますし、そうなった時のためにもいろんな年代の野球に関わっているというのはありますよね。例えばですけど、U12 の監督を経験せずに NPB の監督をやっていたら、選手のできないことばかりに目が向いてうまくいかなかったと思います。ドラゴンズには愛着もありますし、ジャイアンツでも本当にいい経験をさせてもらいました。でもこれ球団の監督就任ばかりは、縁とかタイミングとかがありますし、監督もいつまでもできるものではありませんから、いつ声がかかってもいいように、侍ジャパンも井端塾の指導も頑張りますというところですかね。井端は賢いから中日が弱いうちは監督には来んでしょ。中日がある程度強くなるまでに指導経験済みまくっといてほしい。井端監督で黄金期作ってほしい。縁があればいつかね、中日の監督やってほしいな、自分は待ってますよ。井端ドラゴンズ楽しみにしてます。監督やれるかはフロントとスポンサー次第なんだよね。選手時代に活躍してたからもしかしたら来るかもだけど、タッツの後始末は勘弁だろうね。実際どうだろうな、仮の話だけど、このままズルズル落ちていって来年新監督を呼ぼうってなった時に誰が引き受けてくれるんだろう。監督決める時には大島派に人事に金輪際関わることがないようにしないと。社内で派閥割れてるせいで連覇した落合がクビになったりとか、監督人事がひどいことになってるんで、立浪呼んできたやつらにはひとまず消えてもらいたい。もうドアラでいいよ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。